今日は三角比の7三角比を利用した長さの求め方その2を見ていこうまずは今日のテーマとポイントを確認しよう今日のテーマは三角比を利用した長さの求め方の2パターン目だよどんなパターンかというとこの図を見てほしい直角三角形で今黄色で塗ったこの底辺それから角度 θ が分かってるとき数字でちゃんと分かってるとき 実は三角比を利用して、高さを求めることができるんだ。どういうことかというと、三角比、タンジェントシーターを使うと。タンジェントシーターというのは底辺分の高さ。底辺分の高さ。ということは、この分かっている底辺に。タンジェントシーターの値をかけてあげると。タンジェントシーターというのは底辺分の高さだったから、うまくこの底辺が消えてくれて。 高さだけが残る。つまり、底辺かけるタンジェントシーターは高さが出る。この底辺かけるタンジェントシーターは高さ。この式を利用して問題一緒に解いていこう。じゃあ例題一緒に解いていくよ。傾斜角が三十度で水平距離が二十メートルのエスカレーターを利用すると何メートル 上昇するることになるかっていう問題だよどういう問題かというとまずエスカレータータ、ね、まあみんなも乗ったことあると思うんだけどエスカレーター人が乗るとこうやってウィーンと上がっていくこんな形がエスカレーターだね。でどんなエスカレーターかというと2つヒントがあった。1つは傾斜角が30度、まあ見慣れない言葉だけど傾斜角漢字から分かるように傾いてる角度ね。 つまりこの傾いている角度ここが30度そういうエスカレーターねそして水平距離が 20m 水平距離が 20m これどういうことかな水平っていうのはまあ水平線という言葉もあるようにこういう横にスッと伸びているのを水平というよねでこの距離が 20m ということはなんだここねこの横の距離が 20m。 というエスカレーターがあるんだって。じゃあ何を知りたいのかというと何メートル上昇することになるかつまりここから高さ何メートルのとこまで行くかそれを聞いている問題だね求めたいのはこの高さ求めたいのはこの高さねさあじゃあ何を使って求めるかこれは 図から見て分かるようにこの高さ考えるときに直角三角形考えればいいわけだよね。3 0度と分かってて高さだからこれ地面と垂直になってて9 0度9 0度3 0度6 0度の直角三角形で底辺の長さが2 0度と分かっている時この時ちゃんと高さ出せるんじゃないかな。今日のポイントを使うと図より 今知りたいのはこの高さだったね高さイコール何で出るんだっけ高さそう底辺が分かっているときには底辺かけるタンジェントで出てきたねタンジェントは底辺分の高さだから底辺かけるタンジェントで出てきた今底辺は20メートルつまりここは20入れようそしてタンジェントの角度は30度 だからタンンジェント30度を入れれよううこれを計算するるとどうな,るかなまあ20はそのまんまでタンジェント30度忘れちゃった人は直角三角形の比から考えよう今9 0度3 0度6 0度の直角三角形比をこの赤で書いていくと6 0度と9 0度のところが比は1だったそして斜辺のところが 2の比になった。そして30度と90度のところの辺が比でいうとルート3だった。ということは、タンジェント30度ということは底辺分の高さ、ルート3分の1、底辺分の高さでルート3分の1。つまり20かけるタンジェント30度はルート3分の1。こんな形になるね。これを計算するとルート3分の20だけど有理化しちゃおう。 三分の二十ルート三になって。これが答えになる。で、今単位はメートルだから。三分の。二十ルート三。メートル上昇すると。これが答えになるよ。今日のポイントは、この高さを出すためには。底辺かけるタンジェント。これをしっかりと押さえよう。 じゃあ練習一緒に見ていこう目の高さが1 5メートルの人が平地に立っている木の頂点を見上げるとその角度は45度だった木から人までの距離が 3m だった時木の高さを求めようという文章問題だねまあやっぱりね文章問題っていうのはパッと読んだだけだとこれが答えですといきなり出すのは難しいよね。 だからこそちゃんと1行ずつ情報をしししっかり図にてて整理していこう今は目の高さが1 5メートルの人がいて木を見上げてるんだってつまり人を描いてみて目の高さが1 5メートルつまりここ地面との距離を出してみるとこの目の高さは1 5メートルになってるわけね。で 木の頂点を見上げるとその角度は45度だったどういうことだろうか見上げていて木の頂点ここだね見上げているわけだからこことここ目の高さとこうブーッと結ぶそうすると45度だった行角が45度だったこれはどういうことかというとこの見上げている角度が45度ね この地面と水平なところをこうやって点,で点線で引いていったきに見上げている角度が45度がだったこういったことを言ってるわけねだいぶ見えてきたねおなんか直角三角形が使えそうだぞとそして他のヒントはどうだろうか木から人までの距離が3メートルだった時木の高さを求めよう最終的に求めたいのはここの。 高さでもう一個情報あったね。木とのの距距離離がが3 3だって木との距離が3メートルということは人と木のこの距離は 3m となってるわけだ、ね。じゃあこの時に木の高さはどういうふうに求めるのかもうだいぶ見えてきたよね。分かっている情報はまず目の高さそしてここ重要だった。 底辺が3メートル,底辺が3メートルそして高さだからもちろん地面と垂直になっててここが使えそうだよね底辺3メートルで4 5度と分かってたらそう今日のポイントのタンジェントを使って底辺×タンジェント4 5度でこの高さは出そうだよね。そして残ったこの部分の高さというのは人の目の高さ1 5五と一緒なわけだから計算して出せそうだよね。 式としててはここうううういいふに図より今求めたいのは木の高さ木の高さというのはじゃあどういうふうに出せるのかまずは2つに分けるよ人の目の高さと同じ位置まで1 5ルだよね1.5そしてそれだけじゃない上半分はどういうふうに出すかというとタンジェントを使って出そう1.5プラスこの部分ね それは三メートルかけるタンジェント四十五度底辺かけるタンジェントそれで高さが出るだから三メートルかけるタンジェントの四十五度これで木の高さが出るわけだ整理していくと一点五メートルと三かけるタンジェント四十五度タンジェント四十五度はなどんな数字になるか比を考えよう 90度45度45度のとき1対1対ト2だったつまりタンジェント45度は1分の1だから1タンジェント45度というのは1だから3る1つまり木の高さというのは4.5と分かるわけね木の高さを求めようだから答えは4.5メートルとしてこれが答えになるんだ 今日のポイントは、うん、こういう文章題でもやっぱりねよく出るのがこのタンジェントの問題こういう文章題ではこのタンジェントを利用して底辺かけるタンジェントで高さを求めるこういうパターンがよく出てくるよ今日のポイントをおさらいしよう三角比を利用した長さの求め方二パターン目ねどんなパターンかというと 直角三角形で底辺が分かっている角度も分かっているそして高さを求めるパターンね求め方は底辺かけるタンジェントシータで高さが出る底辺かけるタンジェントシータで高さが出るまあよくね文章問題でこのパターンが出てくるからよく注意して覚えておこう